チェルシー、パーマー、ラシュロク3年が新たに負傷離脱。コール・パーマー、マロルフト、ベンチルウェルがチェルシーの負傷者リストに追加されました。パーマーとデュストがいないチェルシーって普通に降格争いしてるレベルなんだが、おいおいパーマーとデュスト怪我してるじゃん。ファイトテロでも起こすか。パーマー体調不良、グスト膝の靭帯損傷って終わりじゃん。アーセナル戦パーマーいないのガチでやばいけど、パーマーなしでどこまで攻撃できるかは気になる。なお次戦は4月24日、アーセナル戦となる。パーマーは知らんけどデュスト厳しいのはアーセナルにとっては大きいと思う。特にワイドの攻防でデュストククレジャはちょっときついからね。サカマルティネッリは調子良くなくてウイングが良くないとだいぶ攻撃力落ちるから質的有利取れれば大きい。パーマー、デュスト欠場より我々は富安行方不明の真相を確かめなければならない。パーマー、体調不良、デュスト、膝の靭帯負傷かも、塩素、痛み止めの注射を打ちながらプレイ、マジでアーセナルにフルボッコにされそう。ウドジェのシーズンアウトといい、パーマーとデュストの怪我といい、ロンドン勢がアーセナルのアシスト体制作ってるんじゃないよ。チームパーマーからパーマー抜いたら何が残るんですか？